山防止も特に難しくて、小さくするときに難しくなるんやな。こういう角度やったら綺麗のに。桜はいつ咲くかって4月でしょ、はい、で花水木が4月の後半咲いて、その後なんですこれ、あの山帽子6月ぐらいかな、うん、ほんでこれね、これがね、来年の花ちゃうかな、これそう、これがね、来年の花ちゃうかと思うんですよ、これ。ここらが多分ね、花芽なんですよ、これ。全部取らんように。はい、うん。で、上に向かってる徒長枝ね。はい。徒長枝にはあんまり花ついてないんですよ。はい、こういうやつ、はい。こういうとこには花ついてないでしょ。はい、だけど、この横枝にたくさん花ついてるでしょ。それは置いとくよね。で、これ徒長枝でしょ、これ。これね。あ、そうですね。はい。うん。で、これは、花どこにつくんかやったら、まあここに花つくんかな、ここだから、ここ切ってまうとか、これで難しいのが V にしたらいいよって、こう V に V にこうしていったらいいよ言うんやけど、先端はね、こんな感じ、ポコッとこう、はい、こういうのを残して、はい、そこに花が残るという感じにすると、こう、こういうとこもね VVVV ってしながら、先端はポコッとこうね、あのパッと手のひら開いたようなお皿みたいなのところに花が咲くっていう感じ。これで、こう例えばね、ここなんかこう、あの個人のお客さんが、あの何やったっけ、竹枝切りばさみとかでこなして切っとうわけさ、こうやって切っとうわけさ、個人の人がこうバチ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 と、それで、あの素人の人はこなして切っとっても何も思わへんわけ。それでは良くないよねっていうね、職人がするんで。これどうやって切ろうかと、そしたら今日はこなして素人が切っとうやつを枯れてまうから取ってまおうかと、取るんやったらもうちょっと綺麗に切ろうかと、それから枝分かれしとうとこでこうパチッと切って、どこ切ったかわからんようにしようかと、ね、で強すぎる、こういう強すぎる枝を綺麗に切ってまおうかと、これこう枯れたやつ取ってまおうかと、そんな感じでね、はい、ここで切ろうかと、こう切って強いやつ切ってしまって、弱いとこに切り替えていく、切り替えた先には花が残ると、花が残る、こうね、綺麗に太いやつ切って弱いのを残す、残した先には花が残るというふうにしていけば、あの無作為の作為っていうね、どこ切ったかわからんように切れということです。枝先にこう花が残る感じでいいと思いますよ、はい、すっきりして、初めと比べてね、あの枝先にこう花が残る感じでいいと思いますよ、はい、すっきりして、初めと比べてね、あのあとね、あここもそうやけど、これねボンとこう切って、これをこう V にせよっていう時にさ、 V にしましょうっていう時にね、はい、ここをこう V にするやん、 VVVV ってこう V にしていくやん、はい、あこれあともう一つは三つをね、三つ入っとるやつ、真ん中抜いて V にしたらええよというの、はい、ちょっと広ぎ、ちょっと開いとんね、はい。美しいなという角度、もうちょっと狭いから、これやったら、真ん中抜いたら、ドンと開きすぎるから、はい、さっきの問題、真ん中切ったらさ、こなして真ん中切ったら、残枝が残るんよ、残枝って残り枝が、はいはい。これが難しいから、盆栽とかではこう、つまみ切るような道具があるんよ。はい、でこれでやったら綺麗に切れたとしても、あ角度が悪いでしょ、こう広い部位になってるな、はい、こうならんように切りにくいやんな、まず切りにくい問題と部位にしにくいっていうのがあるから、はい、3を割って部位にする時にこっちとでもいいよな、こうでここで部位にして、この角度、ここも強い方止めて、これでいいわな、部位部位部位ってなるでしょ、こういう感じで、ここもこれすんやったらこうでもいいかな、 VV なんでしょ、そうだね、真ん中だけ取るっていうアホの一つ覚えやったら綺麗に出れへんし、これ外向いと枝なんよね、はい、で外芽残せよったら花取ってまうから、この場合は外芽取らなしゃあねんね、でここに花残そうかという、はい、そういう判断すると、だからちょっとね、山帽子と
花水木は難しいんよ。真ん中を抜くというアホの一つ覚えではなくて、こういうのでもこういうやったらここに2つ抜けるか、こう、うん、これでもブイブイになるでしょ、ブイブイってね、はい、うん、これでもありですよと。これの方が綺麗よね。前にちょろっと言ったけど、なぜこれが美しいかという、この場合はこれ、例えばこれやったらね、ここ真ん中取ろうかーって、真ん中取って、はい、この2つにここに割る、これとこれに2つに割ろうかというより、俺やったらこの強いのを止めてここで2つに割ってるね、はい、部分的にその、はい、おー切っとるなっていうのは葉っぱがついてたら目立たないんやけど、この後あの葉っぱが散るから、散った後のね、あの冬場の物悲しい感じも演出していこうと思ったら、ブチッと切ってやったらね、目立つよね、うん、だからさも切ってないように切るっていうのの、あの腕の見せ所ですよね。あの綺麗にね、無作為の作為言うてね、切ってないように切るって難しいですよね。実際ですよ、枝の出方がね、山帽子ね、はい、難しい方の部類やと思うんですよ。小さくしてくれって言われた時に山帽子難しくなる。こういう角度やったら綺麗やん。こういう枝を切らざるを得ない時、削くしてくれって言われた時にこういう角度でこうってなったら綺麗な木の形なんだけど、小さくしようとした時にどうしてもね、頑張って綺麗にしようと思ってもこういう木になっちゃうんよ。こういう木に、花水木もこういう風に切らないと花が咲かへんねんな。だからちょっと難しいので、山帽子も特に難しくて、小さくする時に難しくなるんよな。こういう角度やったら綺麗のにガバッとこうなるわけで、どうやるかはない。例えばこれな、はい、例えばこういうやつをどうやって下げるかなんやけど、はい、真ん中抜いたりするとこんな木になっちゃうから、はい、これやったらどうしようかなー思うよな。これをここで切ったりしたらこんな木になるよな。どうしたらいいかな、難しいんよ。こうしてここ開いちゃうから、ここ開いちゃうから、はい、こっち側切って、こっち切って、なんとかこういう角度保とうとするんだよね、はい、ここもこう、はい、こうで、なんとかこういう角度で作っていこうかっていう、いい枝残しながらやると。僕らも全部花芽やと思います。はい、これがね、こういうやつが花芽やと思います。難しいよね、これ。ちょっと難しい、はい、枝の出方が